あとやっぱりうちのはこの中身の CPU がだいぶ最新の使ってるんで、反応が早いですよね、なんか。じゃあ次はカエディア行ってみましょうか。これスマートモニター、すごいすごい、デイトナですね。ありがとうございます。キーホルダーもらっちゃった。デイトナがスマートモニター出したって話じゃなかったっけ。どこにあるんだろう。これじゃないな。あった、これだ。デイトナのスマートモニター。どうだ、結構でかいな。でも結構値段的にお得そう。これいいかも。ね、はい、タナックスですね。タナックスといえばやっぱりこの今スマートライドモニターっていうのメーカーディスプレイのやつですね。55,000円、結構な値段なんですよね。どうやって使うのか分かんないけど、無接続とか結構反応いいですね、これね。明るさとかこれいいかもね。こっちのドラレコ付きのやつはやっぱ高い、88,000円。ドラレコは付いてるからね。でも、つけるとこんな感じになるんだ。邪魔にならないか。つけましょうか。あ、お願いします。これ専用のブラケットでつけるんですか。はい、これ付属してます。あ、付属してるんです、ね、バーハンドル用は。バーハンドル用で、はい、こういうのとかだと、あのステムホールに入れるタイプの。あ、そういうのもあるんだ。それはオプションで別売なんです。真ん中につけられるんだ。そうです。自分忍者戦ですけど、忍者戦もそのステムホールの中に入れられるんですか。そうですね。あ、そうなんだ。へ、ステムだと5種類アダプターがあるんで、まあ、どれでも必ずいけると思うんです。これを圧入すればいいんだ。そうですね、組み合わせで、これ要はギューッと締めてもらってがブワーッと膨らんで。あ、なるほどなるほど。固定する感じですね。あで、ドラレコなしだと55,000円。はい、税込み。税込みですね。税込みなんだ。はははえ、これって どこ買ってどっかでつけてもらえるんですか。ああ、もうあの用品店さんとかで注文してもらえば。ああ、そうかそうか、二輪館とかそういうとこで。そうです、そうです。やってるんですね。わかりました。まあ、取り付け自体はそんな大変じゃないんだけど、多分その配線の取り回しがタオル外したりなんだりっていうのは一番大変になっちゃうと思う。ちょっとそういうの自分でやるの大変だから、あ、でも 55,000円プラスその工賃でつけられる感じですね。なるほどね。
なんかいろいろ見たけどこれがやっぱ一番なんか良さそうな感じ、まあ、ありがとうございます。あとやっぱりうちのは中身の CPU がだいぶ最新の使ってるんで、反応が早いですよね、なんかね。よそさんの安いやつだと、うちより3世代ぐらい前だったんですよ。あ、なんか地図がなんかうまくこう、で出せなかったり、こうなんかいろいろね。あとやっぱりあの滑らかさが違って、よそさんカクカクしちゃって、そうですよね。うちなんかを広げてもぬめっとちゃんと動いてくれます、スマホと同じような感じでできたんで、アップルでもアンドロイドでも両方いけるんですか？どっちでもいけます。あ、なるほど。自分 iPhone で Google マップとか使ってるんですけど、それも出せるんですか？大丈夫、それだいぶ普通ですから、そのまま出せる、はいはい、あ、なるほどね、わかりました。ありがとうございました、はい、じゃあ検討します。ぜひご検討ください。はい、やっぱこれタナックスが良さそうですね。ヌルヌル動くしね。